初級的な技なんだけど、やっといたらマジで上級者っぽく見える。開きながら、おー、はい、毎度小木です。今回のハウツーはスワローテール。スワローテ、スワローテール、なんかかっこいい名前ですね。スワローテいきましょう、うん、あのね、多分これパウダーボードでさ、スワローテールって形あるんだよ。ほうほう、リンゴのあの皮むいたあのウサギのやつみたいな、チョンチョンってなってるやつ。おお、ああ、はい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 、そっから来てるんちゃうかなっていう、スワローテール。で、そのスワローテっていうのをやっていきたいと思います。はい、よいしょ、イエーイ。これはね、初級的な技なんだけど、やっといたらマジで上級者っぽく見える。うん、確かにね、めちゃくちゃ大事、大事この技。かっこよく決めるの難しい。あ、めっちゃ難しい、俺でも難しいもん、スワローテ。このちょっとツルツルなバーンで決めれるか不安なんやけど、いけるでしょ。やっていきたいと思います。はい、で、スワローテって何だと、まず、まあ、オーリーをして180でテールキャッチして、うんうん、耐える。なるほど、板をカチッとカチッと止める感じですか。止める、まあ、それをグーって引っ張るか、ね、そのままブッて踏んで何かするか、うんうんうん、まあ、着地するか、いろいろあるんだけど、まあ、ワンしてテールキャッチしてそのままみたいな感じ、うん、まあ、一回やってみせてくださいな。一回やってみるわ。はいはい、よし、いきます。はい、一発で決めてね。はい、オーリーして、あ、いいですね。今のがスワローテでございます。スワローテでございます。これのハウツー今回やっていきますね。はい、じゃあ大事なこと、まずオーリーワンをはっきりとさせてあげる。お、オーリーワンを結構ダイナミックにオーリーワンしてほしい。お、その時に上半身開いておく。レギュラーの話ですね、これ。あ、レギュラーね、はいはいはい、ちょっと開きながらオーリーするでしょ、うん、で、オーリーしたと思ったらもう空中で反対方向に絞る。あ、絞りを入れて板を止める感じ。そういうこと、はい。まあ、これ要はオーリーワンして上半身反対に送ってカチッと止めてからテールで耐えてるみたいな技。うんうんうん、これを、まずオーリーまずはっきりとさせて、ちょっと先行入れておくね。うん、ついたと思ったら一つの例としてアンパンチしちゃってください。ああ、はい、うん、これをすることでカチッと止まります。マジで体がひねれるってね。ひねれるから、レギュラーの人は左手のアンパンチ、アンパンチ、まあ、ストレート打ってください、うん、で、スイッチやる方は、まあ、こっちから板がこう来るので、うん、右手のアンパンチ、アンパンチ、アンパンチ、これをやってあげるとカチッと止まります。ういじゃあそれ一回やってみよう。まずオーリーダイナミックにテールキャッチしたらアンパンチ、いくぞ。レギュラーの場合ちょっと開いといてアンパンチ。あ、じゃあスイッチ、ちょっと開き気味にオーリーをアンパンチ、アンパンチ。なるほど。それアンパンチしないとちなみにどうなるんですかね。アンパンチしやんかったらどうなるんやろうね。一旦流れちゃうのかね。あ、じゃあ上半身全く意識しないとこか。そうだね。よし、上半身の大事さここでいきましょう。上半身全くもう使わないです。いきましょう、レギュラーから流れる。あ、ね、はいはい、流れるね、流れるんだよ、うん、これカチッて止める場合はこういうひねりが大事、うん、で、そこでカチッと止めてあげて踏むのと上げるのを意識してください。はい、耐えるキャッチの踏むと引き上げるっていうのをクッてやってあげるとさらにカチッと止まります。なるほど、これめっちゃ大事、大事。しかも初級的なオーリーワンテールキャッチするだけでスワローテができるっていう、うん、なるほど。じゃあちょうどね、ここ今わしヶ岳で滑っとるんですけど、シャドウがちょっと急なところ選びました、これ。で、この時にめっちゃ多い後ろにペローンってなる、うん、これスワローテでペローン後ろに抜けた時めちゃくちゃ痛ない。痛い、お尻っていうか腰から落ちるもん、ほんま痛いよな。で、これなぜなるかってちょっとここで言っていきたいと思います、はい、ならないためにはシャドウあるところでめっちゃ意識しないといけないことは、うん、前に乗りに行く、前に乗りに行く、うん、前に乗りに行くって何ぞやとなるやん、うん、
引き上げたいからといって、うん、こっちに乗った場合ドローンって抜ける。ああはいはいはい。引き上げながらこっち前に進行方向に胸を張って板を迎えに行くみたいな感じ。なるほどね。でやってあげるとまくられにくい。なるほど。じゃあここでコキッスンの体張るシリーズ。はい、失敗例。失敗したいと思います。はい。じゃあ怪我しないでね。行くよ。失敗するよ。手座ろう。手でこれ痛い、ね。これね、いや見てもらったら後ろに乗りに行ったら分かったもん。分かった。もうこの時点で絶対にまくられちゃいます。じゃあそれをどうするかと、シャドウが強くなれば強くなるほど前に迎えに行く。前に迎えに行くっていうのはどういうことかと、一回行きましょうか、はい、ちょっと前に頭を移動しますよ。スワロテで開きながら、おお、なるほど。ちょっとこっちになったら分かった。うん、ちょっと前にピュって寄ったね。顎しゃくったらいい。顎しゃくってください、こうやって。じゃあスイッチでやろう、うん、迎えに行く、うん、迎えに行く。いくよ。おお、頭の位置がこっちじゃなくてここで保ってたと思う、うんうん、後ろになってないね。これをすることで座ろう手がピタッと止まるようになります。ちなみにこれアイスバーンの日も同じやり方の方が、アイスバーンの方がその方がいい。なるほどね。柔らかいと雪面踏んだ時にグッて踏んで沈むやん、うん、もうこの時点で足場ができる。あ、固定されるね。そう、うん、その原理としてはこれ、はいはいはい、はい、止まったでしょ、はいはい、これが自然に起きるから、うん、後ろにまくられづらい、うん、板がピッて足場ができて引き上がる、はい、これがアイスバーンやったらこうなってもこっちにこう、そうだね、行っちゃうから、うん、抜ける前に自分から前に行っちゃうと、はいはい、均等保てるかな。なるほどね。自己が保てる5対5ぐらいなイメージで。あ、そう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 。これ皆さんぜひやってみてください。はい。マジで上達するからこれ、うん。かっこいいね。いろんな技に使えるしね。そう。普通にさ目の前で俺カチッってやられたらさ、うん、うわってなるもん。板上がったらねかっこいいよね。うん、これね、次の皆さんゲレンデ行った時にぜひやってください。はい。絶対皆さん上達するから。頑張ってください。頑張ってください。皆さんに課題を出したいと思います。はい。はい。じゃあ今回のコキッスンはスワロテのハウツーをさせてもらいました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。